どうもこんにちは、たかきっちです。さあ今日もねドラゴンクエスト10やっていきましょう。今日はですね、この港町年度は南の駅でね、まあ、ちょっとしたイベントをやってるんでしょう、ちょっとしたねイベントをやってるんですよ。まあドラゴンクエスト10をやってない人、かじってない人にも分かるように説明しますと、毎月10の日、まあ、いわゆるねドラゴンクエスト10なので10にちなんだ日なんですけども、まあ、その日に何かしらねイベントを差し込もうということで、運営さんがね、まあ、お題に沿ったイベントをやってくれるわけです。まあやはりねドラゴンクエストといえば、おいおい高木ちゃんバトルでしょとかって思う方、まあドラゴンクエスト10をやってない方っていうのはね多分そう思うんですけど、実はドラゴンクエスト10っていうのはすっごいたくさん遊び方があるんですよ。もちろんバトルが盛り上がってるといえばバトルも盛り上がってるんですが、ハウジングイベントだったりドレアイベントだったり、まあ、釣りイベントだったり、まあ、そんなようなね本当に気軽にできるイベントっていうのがたくさんあるんですよ。その中で運営さんがね今日はい選んだねイベントがこちら、ドドン、コスプレイベントとは言うものの、これを見てコスプレかよって思えるよ、まあちょっと多少思えるかな、思えるようなね、ちょっと思えるかな、何のコスプレかというと、ドラゴンクエストちなんだね、コスプレをしてくださいよという、まあ今日はね、そんな言ったようなね、イベントとなっております。すごい盛況。とにかくね、やっぱりドラゴンクエスト10ってすごいよね、人。見て、右上。常にチャットが、白チャットがね、鳴りっぱなしで、さらに、ロードが間に合わない。砂時計とかあるよね。まあ、それぐらい人がね、多いんですよ、このね。本当に多い？大丈夫？大丈夫だよね。あれ？じゃあ、君は、高木ちゃん。あんたは何のコスプレで行くの？そうね、以前ね、バーサーカーの、ちょっとコスプレのイベント、コスプレだとか、あとなんだろうな、ヤンガスとかね、まあ、ちょっとね、作ったんですけど、ないんですよ。消しちゃったんですよね。まあ、だから、ちょっとハゲにして、まあ、ピッコロ大魔王か、まあ、ドラゴンクエスト10関係ないけどね。まあ、これね、ルイージね、以前作ったルイージか、こちらね、はい、カールおじさん。まあ、今日は、これでね、ちょっと楽しんでいきたいと思います。まあ、一番評判がいいのは、やっぱり分かりやすいルイージだよね。ルイージで、ちょっとね、楽しんでいきたいと思います。さあ、どんなね、コスプレがいるんでしょうか。おっと、いきなり神田た。しかも、なんか可愛いよね。フレ君で。可愛いよね。これ何のコスプレだろうね、これ。これはやっぱりあれでしょうね。ヒューザっていうね。まあ、ドラゴンクエストオフラインでも出てきたんですけど、まあ、ヒューザ。で、これね、はい。こちらね、我がね、なんだ、ありがとうございます。あ、いいね、ありがとうございます。こちらのね、右のこの、ホロナさんっていうね、とあるコンテンツに出てくるね、僧侶のね、ま、コスプレなんですよ。僧侶、NPC の僧侶のね、だいぶね、ドラゴンクエスト10では人気だったね、NPC だったんですけど、まあ、今はね、ちょっとお亡くなりって言っちゃうんけど、回収したので、まあ、NPC がね、まあ、活躍は、の場がなくなっちゃったっていうべきなんでしょうかね。かつて活躍してたホロナさんっていうね、まあコスプレなんですけどね。また言ったような、ちょっとわけわからんコスプレから、お、これはわかるよっていうものがね、多分あると思うのでね、今日はご紹介していきたいと思います。こんにちは、エミリアさん、こんにちは。よいしょ。こんにちは、こんばんは。はい。ワンクールのレギュラーより1回の伝説。今年はこの言葉、胸に皆さんの思い出に爪痕残したい。チームメンバー、ありがとうございます。ちょっとチームメンバー募集のフリーコメントでしたね。ごめんなさい、なんか書いてあるかなと思って。なんかあるかな？おっと、かわいいぷくちゃん。これ、キティちゃんかな？これは。ね。はい。何ですか？お前、ありがとうございます。実は、のこのコーラを持って逃げた お兄さんを探していました。お兄さんを探しています。はい、マリオがね、ちょうどこのコーラを持ってね、ちょっとどっか行っちゃったんだよね。探して、おーおーおーっていう反応もちょっと、めっちゃ冷めた反応なんだけど、ちょっとごめんなさい。もう恥ずかしいわ、ほんまに。マリオですか？マリオですか？マリオが8人。はあ。ありがとうございます。嬉しいです。
マリオや、いや、関係ねえじゃん、ドラクエ10って思うよね。そう、なんでもいいんですよ。とにかくノリがいいんですよ。ドラクエ10民の人は。うん。なんでも受けてくれるんで、受け入れてくれるんでね。はい。あ、もう情報ありがとうございます。じゃあ、お兄さんね、探しにね、ちょっと行ってみましょうね。おっと、ナブレット。お、ナブレット。名前までナブレットっていうね。はい。ありがとうございます。頑張ります。はい。いやいや、そうそう。まあ、ぶっちゃけ関係ないです。これなんて、ドラゴンクエスト8の主人公ですよね。うん。うわ、かわいい。おがこ、ね、おがこの主人公。ほら、まあ、エイトがたくさんいる。まあ、これね、実はレンタルできるんですよね。このドラゴンクエスト8のね、あの、イベントのコスチュームって。まあ、だから結構簡単にできるんですけどね。これなんかはあれじゃないですか。ドラゴンクエスト1のね、ローレシアの、ローレシアじゃねえや、あの、勇者ですよね。ローレシアじゃないけど、ドラゴンクエスト1の勇者ですよね。まあ、この装備もね、気軽に手に入るんですよね。この子はちょっと分かりづらいですけどね。ごめんなさい。ちょっと、あ、ローラ姫いるじゃないですか。はい、ここで、ええー、ね、ちょっとあの、宿屋に入ってお楽しみにしてたっていうね、二人が出てきたんですけどね。はい。お楽しみにした後、あ、違う、そういうことじゃね、僕の動画、健全な動画なんでね。はい、すいません。失礼しました。奥に行けば行くほどたくさんいる。これ勇者ロート、あれですよね。あの、さんですね。あ、ありがとうございます。デスカさん、こんにちは。ありがとうございます。はい。勇者ですね。頑張って。勇者頑張って。ゾーマ倒しに行ってください。まあ、ていうように、結構ね、ドラクエのキャラクターでね、コスプレもですよね。多分ククールだよね、これ。ククールに、あ、これはポップくんなのかな？ポップくん、これが、これ、これなんだろう、わかんないな。おっと、ももさん。ももちゃん。じゃ、誰がももさんだ、バカ野郎。青様だ。あ、僕のお友達、青様ですね。はい。こんにちは。こんにちは。はい。青様変わってねえじゃん。何かドラクエのコスプレするんかと思ったら、青様が またそれで行くのも、だったらすごいな。すごいな、青様。これ何なんだろうね。これ。これ何のコスプレ？これ大の大冒険のハドラーっぽいよね。ハドラーとアバン先生とポップだ。あ、もう、はい、どうぞ、僕でよければ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。微笑む、にっこり。はい、一緒に、バシャレコ。あ、ありがとう、青様。僕のお友達の青様ですね。はい。すいません。こちら、盗撮しました。ありがとうございます。よく盗撮されました、青様にね。はい。青様はウサギの、いつもウサギの格好をしてますね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、楽しんでください。はい。ということで、じゃあ行きましょうかね。おー、これなんだろうね。これなんかの剣士かな。これなんかの剣士のあれかな。なんだろう。見つめ合う瞳の先ねねねうがっていうね、ちょっと何喋ってるかわからないけど、ちょっと見つめ合ってる二人。あ、振られた。あ、振られた。超、何これ、けしからんだこれ。何この、でかいの、でかいの出ちゃうか。わー、何これ、これはゼシカですよね。うわ、おがこゼシカ最高だな。けしからんなこれ。ちょ、あんた、お尻に顔突っ込んでんじゃん。ちょ、かわいい。ちょっとセクシーポーズしてほしい。あ、じゃあやめようね、そういうこと言うのね。かわいい。いいじゃない。ありがとうございます。いいじゃない。けしからんな、ちょっと、このね、ナイスバディ。あ、じゃあ、そういうことじゃ。いや、僕の動画はね、あの、健全な動画なんでね、気をつけようね。これは多分、セラフィーちゃんですね。セラフィーちゃんですね。すごいね。みんなクオリティ高いよね。いや、めちゃくちゃクオリティ高いね。あれあったんですけどね。これ何のコスプレだろう。ちょっとごめん。あ、アニメとかのコスプレが多いから、みんなドラゴン、みんなあれなんですよ。そう、ドラゴンクエスト10の、あのコスプレイベントだよって言われには、守ってないからね。まあ、お前もだよって言われたら、まあ、そうしょうがないんですけどね。うん。キングダムハーツ、あ、テリーだね、これ。テリーだね。ここ2人テリーいるよ。このテリー。テリー2人いるね。キングダムハーツ3のね、ああ、ああって言ったけど、これ何のコスプレだろう。あ、ウパソルジャー、これモンスターのウパソルジャーだよね。かわいい、めっちゃリア、かあ、結構あれだね、高いね。これイレブンくんだよね、ドラゴンクエスト11のね。さあ、この子らは
マザールズドラゴン、なんとなく分かったけど、分かった、あれね、あれ、あの、これリンクじゃん、ゼルダじゃん、ゼルダじゃないこれ、あ、言えそうでしょう、これリンビリーちゃんだよね、リンビリーちゃんね、バリカシ、あ、ね、ドラゴンクエスト3の賢者っていうね、あのバニーちゃんっていうね、この子は何だろうね、分かんないな、テリー多いね、テリーね、これなんだろう、これ、あの、あれかな、キャプテンなんとかってやつかな、はい、あ、この子ね、このバンリーちゃんのね、あの友達のね、多分コスプレなんだろうけどね、これ、ちゃんとね、ドラゴンクエスト10の ね、やってるよっていう子もね、たくさんいるからね、あ、これはドラクエ5のね、あれだよね、兄弟だよね、テリー多いな、テリー。あんちゃんでしょ？あ、これは人間やめるぞジョジョじゃないですか。ねえ、ちょっと時を止めそうですけどね。これは。はあ、すごいなあ。みんな、あれだよね。気合入ってるよね。そう、画面に映りきれないほどもういますからね、人。実はですね、今、この時間帯って、外なんですよ。時間帯が決まってるらしくて、今度、は9時からなんですよ。今が8時17分なので、実は今ね、開催時間過ぎてるんですよ、まあ、なんだけども、この人の息ね、あの賑わいっていうね、それぐらいいますかね。あ、ゾーマいたね、ゾーマとナジーンさんもいましたね。うーわー、ちょ待てよ、いっぱいおがこがいるな。はいはいはい、おがこ、このこれもドラゴンクエスト10のね、あのあれですよね、キャラクターですよね、名前も忘れちゃったね。あの、なんだっけな、小川子っていうね、名前でしたね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。あ、かわいい。いいねえ。いい小川子だ。小川子ばっかりなんで。あ、きつい。これ見て、これ。プチヒーロー。プチ、あれだよね。プチッと族の、これね。こういうね、ほら、クオリティ高いね、コスプレをする人いるんすよ。見てこれ。プチッとぞ、これ誰これ、これは、ま、あれ、これって、マーマンだよね、多分。これってあれじゃん。ドラクエ9のゴレオンか。ゴレオン将軍だよね。すごいね。え、これ何これ。ピンクのウサギ、ピンクの小粒のコーラックみたいな、そんな感じだよね。これ骸骨を下に乗せてるってことは、なんかある、あれ、何なんだろうこれ、ピンクのやつ、何なんだろうね。あ、ドクロ洗いなのか。あ、ドクロ洗いね、色ドクロ洗いってピンクだったっけ。すごいね、この辺モンスターすごいね。あ、かわいい。これね、この人ね、昼もいたんだけど、鳥海毒矢頭巾ってめっちゃ似合うよね、めっちゃうまいやんと思って、かわいいよね。毒矢頭巾。はぁ、超いいや、すっげえな、みんな。わ。アムロレイじゃん、それ。これアムロレイね。アムロ、行きまーす！え、ほら、行ってる行ってる。あ、アムロ行ってるね。もう勝手に言っとけ。あ、勝手に言っとけ。じゃあ、そういうこと、言っちゃうか。あ、ごめんなさい、すいません。失礼しました。冗談ですからね。冗談ですからね。こんにちは。ごめんなさい。すいません。いや、もう本当に冗談ですからね。もう、あくまでネタっていうのをね、ちょっとね、お願いします。これなんだろう、これなんだろう、マジカルルルルルルとか言って言いそうだけどね。まあ、かわいいよね、でも。こんにちは。こんにちは。すごいなぁ。こんにちは。なんか、誰のやつだ、バージョン7のメテルの村のティセのそっくりさんです。はぁ、ティセさん、あー、寝てる女の子か。あの、バージョン7のストーリーに出てくる、寝てる女の子役のあれだ。いいじゃない。いいじゃない。すごーい。すごいね。なかなかマイナーなキャラクターのとこついてくるよね。すげえな。すごいね。あー、楽しんでください。ああ、かわいいけど、これ何のコスプレなんだろうね。これもちょっと分かりづらいけど、これ何なんだろう。なんかアニメとか、おーっと、ナジーンくんじゃなくて、これあれだ、バージョン4のね、バージョン4のキャラクターの方々じゃないですか。ね、ね、お父さんと、メレアーデと、これ、誰だったっけ、弟くん、なんだっけ、ドビッシュくんだったっけ。うん。
確かそのような名前、いや知らんけど、これファラスだよね。すげえじゃん、バージョン4の。おお、わお、こっちの方が僕はあの強烈なんですけどね。はい、モリガンっていう、うーわかわいい、ちょっとやめようね、そういうことね。すげえな、クオリティ高っけみんな。おお、あ、これミレイユじゃないの。そうだよね、ドラゴンクエスト6のミレイユのコスプレだよね。あーん、ぽい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 、なるほどね。ほーすげえ。これなんだろう、ときめき、これなんかときめきメモリアルのアスカちゃんとか、そういう名前の子かな。文芸部は自分を表現する、やっぱなんかそれっぽいよね。ねえ、ときめきメモリっぽい。何急にどうした。もういたずらっ子やな、この人も、ほんまにもう。いたずらっ子やな。すごいね。あ、これバージョン6に出てきたね、まあ、キャラクターのね、あれです、コスプレですね。ナンナちゃんとね、なんだっけな、あのドミニカちゃんとブッシュちゃんね。うん、違うか。ちゃんと答えてあげて。はい、そのバージョン6のね、ナンナちゃんですね、これ。ナンナちゃんとファラ君とドゥラ君とファラ君かな。あ、はい、もうはい、そんな感じです。おお、ここにセーラームーンの子がいますよね。ああ名前言ってる、ナンナドルタム、ナンナドルタム、我ら第一の三頭士。あ、カブだ。そうそう、名前の真ん中の子はカブだね、名前がね。うん、カブ、ドルタム、ナンナちゃんね。バージョン6でね、めちゃくちゃ活躍したっていうね。ちょっとあそこは泣けたんだけどな、バージョン6のね。これは何、これは何の集まりなんだ。あ、ドラクエ4とか、イレブンとかの、セブンとかのね、主人公。アリーナちゃんもいるしね。シックすげえ、クオリティ高い、この人。シックスの主人公。すっげえ。これゲルナなんだろうかね。エイトかな。またいたずらっ子がなんかしてるな、本当に。まあ、こっちドラクエ5が詰まってる。すげえ。パパス、もう、3世代揃ってるじゃん。ねえ。ほほほ。すげえ、これキラーパンサーじゃない、これもしかして。あ、ピピンじゃん、ピピン。この子ピピン、あ、すげえ、あれ誰だったっけ、あの子、DS でしか出てこない女の子、ゲルダだったっけ、ゲルダじゃねえや。すげえ、キラーマシーン、これ、仲間にしたキラーマシーン。すげえなー、フロー、こんな一夫多妻制じゃないでしょ。これあかんやろ、どっちか選ばないと。あ、うーわー、僕これ一回ね、この子選んだけどね、 3DS ではね。すげえな、クオリティ高すぎるでしょ。すげえ、ドラクエ5シリーズ登場っていうね。はー、すげえ、キラーパンサーが超かわいい、超かわいい、やる気ねえ、このキラーパンサー。くっはお腹痛まってんのか、お腹痛めたキラーパッサーがいるけど、やる気ねえな、このキラーパッサー。いえいえ、おお、面白い。すげえな、ライアン。おお、いいね。うーわ、このライアンいいじゃん。ちょっと、ね、抱きつきたいけど、違うか、まあ、そういうことでしょうかね。うーわー、すげえなー。これはあれじゃないですか。善一、炭治郎、禰豆子、伊之助って、もう名前自体そのままですよね。そう、あれなんだっけ、あの鬼滅の刃、禰豆子ちゃん口になんかね竹筒こうやってればね、ちょっともうちょっとリアリティあったけど、すげえな。でもね、ほー、ふてぶてしい炭治郎だね、名前、顔がちょっとは違うか、ちょ、あんまりそういうことではね。まあドラクエ10以外でもね、皆さんこれ楽しめればいいんですよ。要は雰囲気ですよ、このまま雰囲気を楽しんだもん勝ちですからね。はい、これあれでしょ、あれドンキホーテのあれじゃない、ペンギンじゃない、これね、多分ドンキホーキ、ドン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 キ
ドンキーペンギンっていう、あれだよね。いや、本当に、うん、楽しめればいいんですよ、楽しめれば。これはすごいな。これでこれ、ふざけるな。なぜ俺と断る。これは名シーンじゃないですか。ちょ、間にあの、亡き、ね、鳥山先生が入ってるのがちょっと気になるけど。ねえ、消された方がマシだ。ははは、すげえ、ストーリー仕立てになってるわ。終わっちまうぞ、何もかも。この前は貴様は俺と戦ったりも、さらに上の力があるにもかかわらず、隠していた。あれはですね、スーパーサイヤ人3だね。いちいち勘に触る野郎だぜ。悪かった。あれは限られてたんだっていうね。うるせえんだおめえはよって言ってね、耳たぶんに思いっきり無理やりつければいいんだけどね。すげえな。残ったみんなはあいつに食われた。ブルマやトランクスもなんだと。ベジータっぽくないけど、まあ、いや細けえな。この間の鳥山先生も監修してるのが細けえな。すげえよね。なんだこの奇妙な可愛い物体は。なんなんでこの子は。なんだいそれは。可愛すぎるだろう。なんなんだこれは。可愛い。さあ、っていうようなね。はい、ドラゴンクエスト10。今日はコスプレイベントをね、お届けしました。まあね、やっぱりね、ドラゴンクエストといえばね、イメージ的には戦う、ね、このバトルのね、イメージが多分ついてると思うんですけど、まあこういったね、コスプレで遊ぶだとか、まあドレスアップして遊ぶだとか、っていうね、いろんな遊び方があるんですよね。まあそんなんでね、興味を持った方はね、ぜひ、ドラゴンクエスト10をね、やってみてはいかがでしょうか。楽しいですよ。はい。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。